はい、皆さんこんにちは、かようまりのです。今日はですね、ワクチンのお話をしていきたいんですが、まあね、日本の医療というのは非常に、遅れをとっているなということをね、ここで、まあ、実感してしまったんですが、日本はやっぱりワクチンの開発でね、もうすでに世界から敗北してしまったという残念なですね、現状があります。で、今日はちょっとそれを取り上げていきたいんですが、今ですね、コロナウイルスの、まあ、ワクチンですね、日本でも2月の17日から、接種がね開始していて、まあ、ニュースになっているんですが、まあ、このワクチンは当然ね、外国産のワクチンであります。3つ今ね、一応日本では認証されていて、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカという会社のワクチンが、今日本で、接種できるということであります。日本でもすでに16万人ほどの方が、ワクチンを接種しているということなんですが、このワクチンは遺伝子技術を利用したものであるということで、まあ、すごいですね。私にはですね、もう何のこっちゃかわからないわけなんですが、まあ、そういった技術を利用したワクチンであると。で、この、まあ、コロナウイルスのワクチンですね、大体コロナがこう流行った時にワクチン開発では2、3年かかるんじゃないかというふうに言われていたんですが、まあ、それがですね、わずか1年足らずで、ついにね、ワクチンができたということで、まあ、収束まで、見通しが立ったのかなというような気もします。で、日本でもですね、ワクチン開発をするということで、まあ、アンジェスであったりとか塩野義製薬が名乗りを上げていたわけなんですが、未だですね、ワクチン開発には至っていないということで、まあ、非常に残念であります。ね、なかなかね、日本はね、まあ、このここに参入することができればというふうにはね、日本人としても思っていたんですが、完全にこれは買い物騒動になってしまったと。で、まあ、その背景にはですね、やはり、まあ、今回ね、ワクチン世界にね、いち早く、まあ、届けたのはアメリカなわけなんですが、大手のですね、アメリカの製薬会社ではこの開発費ですね、これが6000から8000億円ほどの、まあ、研究費があるというふうに言われていて、それに比べてね、まあ、日本というのは非常に弱小であるということが、まあ、言われています。アメリカのですね、製薬会社というのは、まあ、コロナ関係なくですね、常に、まあ、あの日頃から開発費として研究費としてはやっぱり十分与えられていて、政府からの支援もあるし、やっぱりこう軍の支援というのもあるわけです。で、アメリカ政府では3月にですね、8700億円ほどの支援というのをしていまして、このまあほとんどがコロナ研究開発費に充てられていると。で、日本ではですね、まあ、会社が非常にやっぱりアメリカの、ね、大手製薬会社に比べて小さいというところもありますし、何よりもですね、ワクチンというのを開発すると訴訟リスクがあるということで、やっぱりね、極端に嫌うんですよね。皆さんご存知かと思うんですが、子宮頸がんワクチンとかのね、訴訟、こういったのも問題になっていて、当然アメリカでも訴訟の問題っていうのはあると思うんですけれども、日本はですね、極端にやっぱり訴訟リスクというのを恐れる傾向でありますので、なかなかワクチン開発というのも消極的であるというふうに言えると思います。それから、もう一つですね、この日本がワクチンでね、遅れを取ったというのは、日本はアビガンという薬をですね、実は持っているんですが、コロナが出た時にですね、このアビガンというのが効くんじゃないかということで、世界に、ね、アビガンを売っていこうということで、安倍政権の時に、アビガン推しでね、一生懸命、やったわけなんですが、当然ですね、なかなか世界ではアビガンというのは使われなかったということであります。で、日本でもですね、9月に、6700億円のですね、支出を決定しているんですが、この支出というのはですね、このコロナ開発研究費かと思いきやですね、実はコロナ研究開発費ではなくてですね、ワクチンを購入する資金として確保されているということなので、昨年も9月の時点で日本はですね、ワクチンを開発するということよりは外国からワクチンを購入するということでもう決定しているわけです。ですから、まあ、日本ではですね、もうワクチンの開発というのは、ね、相当厳しいのかなというふうには思います。で、まあ、やっぱりね、こういったところで世界の、まあ、差っていうのが出てくるのかなと思います。ワクチンというのは国家の戦略というふうに言われてまして、こういったですね、パンデミックが流行った時に、いち早くですね、これに対抗できる武器を持っている国がやっぱり、優位になるわけです。 この薬を持っているかどうかで、優位、どっちがね、優位なのかというのがやっぱり決まってきてしまうのかなというふうにね、やっぱり受け止められます。で、中国はですね、コロナ
コロナを発症した国であるというふうに言われているわけなんですが、その中国がですね、最近はシノファーム P3 というですねワクチンですね、コロナワクチン開発しまして、これが 80% ほど効果があると言われていて、南米中心にですね中国産のワクチンというのも広がりつつあります。IOC のバッハ会長もですね中国産のワクチンを推しているという状況ですので、日本でもですね、購入すると、決めてしまっているわけなんですが、諦めずにですねなんとか、開発を、していってほしいなとは思っております。日本の技術は、高いとか、いろいろ言われてきましたけれども、やっぱりね今この局面に来るとそのもうだんだん、変わってきているのかなとも思っています。私も非常に今日本が大好きで、とにかく日本にはしっかりとやっていってほしいという思いを当然持っているわけなんですが、やっぱり世界を見ていくとですね、日本は今どの分野でも遅れを取ってきているのかなという気もしております。医療のことはあまりよく分からなかったんですが、今回のこのコロナウイルスの騒動で、ワクチンが日本が開発できなかった、そして今も開発せずの外国産を輸入していくしかないという現状を見てこれは非常に残念だなというふうに思っております。そんな感じで、でもいずれにしてもですねこのコロナが収まるということは本当にいいことですので、夏に向けて、コロナ一気に収束することを願っております。そんな感じで今日は、日本のワクチン、敗北話というのをさせていただきました。皆さん今日は以上でございます。最後までどうぞご視聴いただきありがとうございます。